世界で一番大きい餌を注ぐ遊ぶ扱い心を得て呼べ。その道また違う髪型に気が向くこと、そのにちゃんと器で見ること、いいね。その3、私の一言にはいつの言葉で返事すること、なかなかな右手がお留守なのをなんとかして、別にわがままなんて聞いてないんだから。君に心から思ってほしいのかは言いたい。世界で一番大きい餌は膝ついてねえねえねえ任せるなんてよ二人を私もダメだと思ってるよ。もう何だか可愛いものが今すぐによ。チェックアンク。でもでも可愛いの間違いでしょ。文句は許しませんの。あのね、私の話ちゃんと聞いてる。ちょっと。あ、それとね、白いお馬さん、極まってるでしょ、迎えに来て。なかなかな、かしすぎて手を届け、お姫様って。別に、わがままなんて言いてないんだから。でもね、少しくらいしか待ってくれたって、いろいろ世界で、私だけの王子様気がついてほらほら教えて泣いてますうくちでねうまいその王子様もうどうしてね気がついてよ早く絶対に君は分かってないいちごののったショートケーキこだわり卵のとろけるクリームみんなみんな我慢しますわがままな子だと思わない私だってやればできるのにおとげ後悔無駄の当然ですだって私は世界で一番おひれさまちゃんと見てるね、どこかにいちゃうよ海に抱きしめられた急に空へ行かれる危ないの